ようこそ460フォトラボラトリーへ、所長の育水460です。 ebook japan さんから悪魔の経典が届いたので、これを開封レビューしたいと思います。悪魔の経典とは何ぞやって話なんですが、それはですね、見ればわかります。逆ですね。これです。これが明細書ですね。はい、これとなります。星空撮影&夜景撮影のための写真レンズ星空実写カタログという本です。これはですね、悪魔の雑誌天文ガイドの TG ファクトリーというレンズとか撮影機材のレビューページがあるのですが、それの再編集したものです。それでは中身見ていきたいと思います。中身なんですが、まあちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こんな感じですね。ちょっと寄せてみましょうか。こういう感じです。最初にこの本の見方が書いてあって、そこからレンズレビューが書いてあります。分かりますでしょうか。こんな感じでフルサイズ用のものが書いてあります。ずらずらっと。主にキャノン用のレンズが多いですよね。あとシグマさんのレンズとかも入ってます。こういう感じでなってますね。天文ガイドの方はモノクロのページになってるのですが、こちらの方はちゃんとカラーになってますね。ですので毎月天文ガイドを買っておられる方でも、この本を買う価値は十分あると思います。結構ニコンさんもありますし、なかなかいいんじゃないでしょうか。あとは社外品のものもありますし、ソニーレンズなんかもあるので、アルファ7とか使ってる方にも十分役に立つと思います。それからですね、ちゃんとこの辺ですね、タグがついてますが、おー、オータスの 55mm とかも入ってますね。あとはバーティスの 135mm とかもあります。それから 100mm とかもありますね。あともちろん APS なんかもついてます。この辺とかはずっとレビューされて、天文ガイドでレビューしてたものだと思うんですけど、結構いろんなものがありますね。あとそれからですね、お、ペンタックスなんかもありますね。それか、お、これですね、シグマの 50-100mm というやつなんですけど、こういう感じですね。これがちょっと今気になってるんで、これが載ってるのは嬉しいですよね。あ、ちょっとアングル的に、そうですね、最初のが見えてなかったかもしれないですね。こういうソニーのものだったり、あとこのシグマの180マクロとかも載ってますし、もうちょっと行ったところで、さっき言ってた社外品のだったりとかもあります。こういうツワイスのオータスとかバディスなんかも載ってます。そしてさらにはこの辺ですね、コーアのプロミナとかマイクロフォーサーズ用なんかも載ってます。こっちなんかもライカのマイクロフォーサーズ用ですね。あとオリンパスの随行なんかも載ってます。こういう感じで、ちょっと蛍光灯が映り込んでるんで申し訳ないんですけど、全部フルカラーですので、お値段は高いんですけど、お値段の方が3700円のプラス消費税となるんで、結構お高いですけど、全部フルカラーなんで買う価値はあるんじゃないかなと思います。マイクロフォーサーズ用にはちゃんとノクトンなんかもありますよね。最後に資料としてメーカー別の焦点距離表なんかも載ってます。この辺は焦点距離 200mm 以下で星に向いたものですね、明るいレンズっていうのを紹介してあります。ざっとこんな感じですね。ちょっと本当にざっとなんですが、天体写真をやる人とか、あとは星系写真ですね、こういうのをやる人にはものすごくおすすめの本だと思うので、ぜひちょっとお高いですけど手に入れてはいかがでしょうか。ということで今回のレビューはここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。